渋谷駅ご通行中の皆さん、大きな声で大変申し訳ございません。私たちはですね、 NPO 法人 TI ジャパンと申します。これから皆さんにですね、何十年も前から日本全国で行われております、集団ストーカー犯罪、テクノロジー犯罪に関する、周知活動をさせていただきたいと思います。今ですね、この犯罪に関するチラシの方もお配りしております。ぜひお手に取っていただき、集団ストーカー犯罪、テクノロジー犯罪で行われる現代型の一つぶし手口とサイバー拷問の実態を皆さんに知っていただけたらと思います。これからお話しする内容はですね、皆さんの常識では計り知れない理解を超えた内容を含みますが、全て真実であり、何十年も前から日本のみならず世界中で行われている組織的な犯罪です。ぜひ固定観念にとらわれず聞いていただけたらと思います。本日皆さんにお伝えする内容はテクノロジー犯罪のことです。海外ではエレクトロニックハラスメント、これ別名サイバー拷問とも呼ばれております。テクノロジー犯罪は主に電磁波、マイクロ波、超音波などを媒体とする指向性装置や非致死性兵器を使用して特定のターゲットに対し遠隔から痛みなどの身体攻撃、音声送信、指向盗聴、指向コントロールを行うものです。電磁波を使用した身体攻撃は遠隔から特定の周波数を人体に照射し外傷や内部障害を負わすことができてしまいます。この時点で皆さんからすればとても信じられない内容だと思いますが、周波数によっては健康体だった方でも急に病気にすることも可能だと言われております。皆さんに想像してみてもらいたいのですが、明らかに自然な病状ではなく瞬時に体調不良になったり瞬時に治ったりするようなことが日常的に起きるようになったらどうでしょうか。ある日突然電気を帯びた痛みや感覚を頻繁に感じるようになったらどうでしょうか。身に覚えのない出血やあざが日常的に体に現れるようになったらあなたは病院で何で説明しますか。これ本当のことをありのまま話したらですね、おそらく精神科の受診を勧められると思います。日本の場合テクノロジー犯罪に関する専門捜査機関もなければ、その技術を悪用した犯罪自体も公式に認められていないため、日本でテクノロジー犯罪の可能性を訴えた場合妄想や精神病とされてしまいます。例えば頭の中で他人が話しかけてくる、頭の中で声が聞こえると訴えただけで、日本の精神科では科学的な検査もせずに精神科医の見解だけで統合失調症と診断される可能性があります。でも皆さん、他人の頭に音声を直接送信できる技術がもし実在するなら話が変わってくると思いませんか。皆さんの多くはご存じないと思いますが、実はテレパシーと全く同じことができる技術があります。それがボイス2スカル、略して V2K と呼ばれるものです。この V2K は軍事目的で何十年も前から研究実験されてきたもので、湾岸戦争では、神の声兵器として敵兵に対し混乱させたり投降を促したりする目的で使用された記録は残っております。この V2K の仕組みはですね、音声を記録させたパルス波形のマイクロ波を狙ったターゲットに照射しますと、その波形が頭蓋骨前頭で脳神経に共鳴し頭の中で直接音声に変わる仕組みとなっております。今お話しした内容はですね、私が適当に言ってるわけではなくて実際にアメリカで特許も取られている存在する技術なんです。例えば V2K に関わる特許をいくつか挙げますと、1976年、これいいですか皆さん、1976年ですよ、4月20日に特許が認められたマイクロ波聴覚効果、特許番号 3951134A です。3951134A です。
そして1992年10月27日に認められたサイレントサブリミナルプレゼンテーションシステム、この特許番号が 5159703A です。 5159703A です。さらに2000年1月25日に認められた神経系のサブリミナル音響操作の特許番号が6017302A です。6017302A です。この他にも V2K に関わる音声送信技術の特許はあります。V2K に関する詳しい説明はですね、ウィキペディアでも調べられますし、関連する特許に関しましてはアメリカの特許検索サイト、それで今言った番号をですね打ち込めば誰でも調べることができます。集団ストーカーテクノロジー犯罪の被害者たちは何年何十年も前からテクノロジー犯罪の危険性を訴えてまいりました。今でこそ理解を示してくれる方も増えてきておりますが、 YouTube などで取り上げられるようにもなってきております。でも一昔前は誰も信じなかったわけです。これらの技術は単純に音声を送信させるだけではなく、サブリミナルのように無意識に感情をコントロールすることが可能です。例の C 国ではすでに V2K システムによる移動通信網ネットワークが構築されています。2019年に C 国公安部の人間が証言しております。全国の県レベルの警察機関、人間の脳の観察と思考を盗聴する設備が配置され、いつでも対象者にマイクロ波照射できる監視体制があると、これ証言しております。そして中国での、C 国のですね、被害者はですね、すでに何十万人となっております。話は V2K から少しそれますが、去年の5月に C 国軍がインド軍に対し、テクノロジー兵器を使った攻撃を行っております。国境近くの山頂に駐屯するインド軍の特殊部隊1500人に対し、 C 国軍がマイクロ波兵器を照射して、なんと山頂全体を電子レンジ状態にさせたそうです。山頂全体を電子レンジにできる技術があるんですよ皆さん。屈強な特殊部隊の兵士が耐え難い灼熱感に襲われ、次々嘔吐し耐えきれずに逃げ出したほどです。これはですね、C 国政府に近い副学院長によって明らかになったものです。これと同じことが日本でも何の罪もない一般市民に対し拷問のように行われているんです。皆さん、これ C 国ならやりかねない話と、これでは済まされないんですよ。日本のみならず世界中でマイクロ波を使った身体攻撃や思考レベルでの国民監視システムはすでに構築されているんです。次世代通信システム、いわゆる 5G も表向きの便利な情報だけを知るのではなく、 V2K などを含むさまざまな監視技術の構築のために悪用される危険性の方を気にしてほしいと思います。あと問題は、これらの電磁波を悪用した犯罪に対し何の調査機関も法整備も日本ではされていないということです。アメリカ、ロシア、フランスでは少しずつではありますが公的な対応がされてきており、日本では未だに妄想や精神病に陥れようと必死です。電磁波は目に見えず効果的な防御方法もありません。鉄やコンクリートで密閉された空間、水中や深く潜っていてもですね、透過性が高いため電磁波から逃れることはできないのです。攻撃されたらただただ耐えるしかなく、まさに生き地獄を味わう現代型の拷問となっております。皆さん、自分や大切な家族、友人がもしテクノロジー犯罪のターゲットにされてしまったらどうしますか？日本では取り締まる法律もないどころか、被害を訴えると精神病に陥られる国なんですよ。一般人レベルでは助けられない犯罪なんです。
どうか他人事と思わず、テクノロジー犯罪に関するあらゆる法整備と調査機関設立に向けて一緒に声を上げてください。よろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。